明らかに作機構。お前が水人ってことはないよな。あ、いや、適当に言ってみただけだ。言えないのか。じゃあ他の話題にするか。別に無理に聞き出すつもりはないし。そのお前たちが私とフリーナを刺すとして、君たちが何を想像しているかは分からぬが、私と彼女では様々な点において立場が全く異なる。ああ、メロピデ要塞は歴史が長い。あそこには、そして今、災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。ん？なんで急に雨が？おそらく君の思った通りだろう。なんだなんだ？水？ん？うえー！そう驚かないでくれ。フリーナ。はあ。ああ、すまない。オイラたち当てずっぽうで言ったんだけど、まさか当たってたのか？なんか言ってくれよ。君たちの推測は正しい。だが、どうか内密にしてくれると助かる。任せろ。絶対に誰にも。でも実はまだ一つ聞きたいことがあるんだ。ああ。お前は水元素の竜王としてメロピデ要塞の大海の水を押しのけたんだよ。フォンテーヌの予言も海水と関係があるんなら、お前の力でその危機を解決できないのか？現在、私を含む全ての元素竜は完全な状態ではない。話によると、最古の戦士がテイワットに降臨した際、竜の力を一部奪ったという。今の七神の剣能はその奪った力によるものだ。竜には7つの元素があって、あの時代を経験した先代の水の竜王は遥か昔に見まかられた。神の消失によって元素を操る剣能が変換される。現状からして他の方法で予言に対抗。お前でも解決。ところで、私はこれから少し急ぎの用事を片付け。おう、オイラたちもちょうど行きたい場所があるんだ。じゃあまた今度な。ああ、達者だ。